2の6。それから一年という月日が経った。政治を旅に出すまでの行きつは、後から思うとすべて彼の計画にはまったようなものであった。彼は頼むとは言わなかった。直吉から進んで引き受けた。旅費も直吉があたご下から借りてあった。 も自分のものを売ってかなりの額を持たせたらしい。まるでどこか大床の息子が遊山旅にでも行くように、聖治は懐手で,で支度をさせ余るほどの金を持って江戸を建っていった。あいつらに感づかれるといけないから当分は居所を知らせない。頼りがなかったら無事だと思ってくれ。 遅くも三年目の親方の気にちには帰ってくる。それが言い残した言葉であった。直吉はその後、あたご下や八丁堀はじめ、関係のある筋を奔走して店の建て直しにかかった。そうしてようやくわかったのであるが、政治が旅へ出たのは、博打仲間と縁を切るためではなかった。 いや、それも手段の一つだったかもしれない。確かにそういうつもりもあったろうが、事実は江戸にいられなくなっていた。四方八方と言いたいが、百方狩りで、至る所に不義理がかさんでいた。しかもそれはギリギリ決着の、ほとんどどん詰まりに来ていたのである。 政治が今度、仇になるために旅へ出た。こう直吉が言うと、大抵の者が、ギャロー逃げたか、と罵った。中には、生かしては置けない奴だというものさえ幾人かあった。マキは何もかも投げ出した。亡くなった父母の形見も、自分の着物も、紙道具も、 タンスや長持ちや、きょうだいや、大切にしていたシタンザの三味線も、金になるものは洗いざらい金に変えた。店と住まいをひっくるめて抵当に入れ、はけないでたまっていた品はたたき売りに売った。それでもなお、八十何両という借金が残ったけれど、幸い、 あたご下と八丁堀が中に立って、記録の店だけは続けて行けるように話がついた。こうしてともかく一段落ついたのは、年の暮れに近い頃だったが、ある日、島蔵と兵庫が揃ってきて、政治にはもう望みがないから、これを機会にさっぱり離縁をするようにと言った。たとえ当人がいなくとも、 自分たち人人が証人になるもしそれが不承知なら自分たちは今後一切のことから手を引くと言った真木は泣いていて答えなかった直吉はよく考えたあとこれまでの二人のしてくれたことに礼を述べしかし離縁することは待ってもらいたいと頼んだ 政治がこんな不始末を残して逃げたのは全く悪い。けれども、これで本当に真人間になるかもしれない。今度こそ足を洗うと言って出て行ったのである。もう一度それを信じてやりたいと言った。もう一つには、生まれてくる子がかわいそうだ。この子をててなし子にするのは不憫である。とにかく、 生児の帰るまで待たせてもらいたい。島蔵と平吾はよほど固く話し合ってきたものだろう。それでは白状のようだが自分たちはこれで手を引く。これからはどんなことがあっても相談に来てくれるな。はっきりこう言って帰ったのであった。それからはもちろん仕事は縮小したし。 職人も大抵暇をとった。あとは、うの吉という十六になるのと直吉だけで、それこそまな板を削るようなこともいとわずに働いた。年が明けて春になり、夏になった。まきが子を産んだのは五月の初めである。生まれたのは男の子で、亡くなった六兵衛の幼名をとって、 分吉とつけた世間は回り持ちだというお産の前後からまきがすっかり日立つまでは隣の大糸が来て何もかもやってくれたなおさんには親身も及ばない世話になってますからねこんなことで恩返しができるとは思わないけれど私で間に合うことなら何でもしますからそう言ってください 遠慮されちゃこっちが困りますよ。そういい煮滝き洗濯から縫い繕いまで探し出すようにテキパキとやってくれた。直吉はすっかり赤子の虜になってまだ目も開かないうちから抱いたり背負ったりした。ブクブク肥えてはいないが肉のしまったキリッとした体つきで 髪の毛も眉もはっきりと濃く、おちょぼ口で人から女のお子さんですかとよく言われた。まきにはそれが気がかりだったらしい。きりよしはあの人に似たのね。眉のとこなんかそっくりだわ。もし気象まで似ていたらどうしよう。バカなことを言っちゃいけねえ。自分じゃわかるめえが。 この子はお前さんに似ているんだ。眉毛だって口だって、お前さんの小さい時にうり二つだぜ。おら、お前さんがこのくらいの自分をよく知ってるんだから。そうかしら、そうであってくれるといいけれど。マキは祈るような口ぶりで、いつもそっとこう言うのであった。少しは頭が悪くってもいいわ。 どうかあの人の性分にだけは似ませんように。つわりがひどかったせいだろう。マキは日立ちがはかばかしくなく、秋になるまで寝たり起きたりが続いた。そして9月12日の宵のことである。夕食の後、下の茶の間で、マキは赤子に父をやりながら、ふとしみじみとした目で直吉を見た。 そうなのね。親子二代というわけね。何です、いきなり。私もナオさんの背中を濡らしたし、この子もナオさんの背中を濡らすんだわ。こんなのってないわね。そんな、当たり前なことを言いなさんな。私覚えてるわ。ずいぶんちっちゃな、 おかしいようなことまでおぼえてるの。いろいろなことをしてあそんだわね。こうやってめをつむるとはっきりみえるくらいだわ。なおさん、このこもあたしとおなじように、またなおさんにあそばせてもらうんだわね。つきあたりはまだあいてますからね。なおきちはこういってわらい。 さて、もう一仕事やるかと立ち上がった。牧の回想をそれ以上聞いているに耐えなかったのである。仕事場では、うの吉がかんなの歯を研いでいた。彼は、やりかけの茶ダンスの前に座り、飲みを取って仕事を始めた。それからほんのしばらくして、ちょうど酔いの八時頃だったろう。 茶の間の方で赤子の鳴く声がしたと思うと間もなく不気味な地鳴りとともにいきなりグラグラと地震が来た地鳴りは遠くから波の寄せるように来たそして地震は初めから上下道であっと立った直吉は足を取られ卯之吉の体がコロコロ転がるのが見えた マキはどうしたか。直吉はすぐに飛び起き、引き戸を開けて奥へ行こうとした。その途端に、くらくらと目が回り、どこかへ体を叩きつけられた。目が回ったのではなく、その時家が潰れたのである。すさまじい物音が静まり、辺りが真っ暗になった。彼はようやく、 家が潰れて、その下敷きになったことに気がついた。叫ぼうとしたが、舞い立つ壁土にむせて激しく咳き込み、すぐには声が出なかった。幸い、体には怪我はないらしい。周りを手で探ると、裂けた天井が頭の上にあり、柱と柱の組み合った間にいることがわかった。 するとそこから板間を抜ければ茶の間であるが運、うん、悪く、そこは倒れた。柱と落ちた壁とで塞がれていた。おまきさん、おまきさん、直吉は咳き込みながら叫んだ。聞こえませんか？おまきさん、卯之吉卯之吉はいるか？余震が来て潰れたままの張や柱がきしみ。 ガラガラと何か崩れた。すると突然、赤子の泣き出す声が聞こえた。咳を切ったように激しく、喉いっぱいの泣き方であった。ああ、坊や、坊や。直吉は気が狂いそうになり、夢中で壁土をかき崩しながら絶叫した。おまきさん、おまきさん その叫びが長屋の人たちに聞こえたのである。そして直吉がまず掘り出されたのだが、その時は茶の間の倒れたあんから火が移って、ブスブス煙が漏れ始めていた。おかみさんがいるんだ。赤ん坊を抱いて、おかみさんが茶の間にいるんだ。どうか頼む。みんな手を貸してくれ。 彼は半ば泣きながらわめきたて瓦の落ちた裸の屋根へ素手のまま飛びかかったマキは台所の脇からすくい出されたそっちへ逃げようとして潰されたのである茶の間にいたら怪我はしなくても燃え出した火でやられていたに違いない周りの人たちのおかげで間もなく消し止めたけれども 後で見ると茶の間と店の半分はすっかり火で焦げていた。よかったよかった。けがはねえな。大丈夫だなおまきさん。どこもいたかはねえな。きねやという七屋の表にあるむしろの上に座らせて、まず水を飲ませながら直吉はまきの体をそこここと撫で回した。 赤子は駆けつけてきたお糸に抱かれてついそこでぐずぐず泣きしぶっていた。牧は水を飲み終わると茶碗を手探りで下に置き「文吉はお糸さんに抱かれているのね」とうつろな声で言ってそれから怖いものでも見るようにそっと泣き声のする方へ振り返り冷ややかな 感情の抜けた囁き声でこう言って。見えない。何にも。なおさん。私何にも見えないのよ。見えないって、おまきさん。め、目が見えねえのか。何にも見えないの。何にも。真っ暗だわ。ナオきは呆然と。 マキの顔を見守ったその時の地震は大きいことは大きかったが全体から見ると被害はさしたるものではなかった市中のそこここで石垣や崖が崩れたとかどこかの寺の首呂が倒れたとか深川の方で 家が何十軒か潰れたそうだ。などという漠然とした風評が、実際にはその半分にも達しないくらいだった。また、小引町付近にしても、三十軒りの石垣がところどころ崩れたのと、ごく古い家がとびとびに十五、六軒倒れたほかは、屋根瓦がずったり、 土蔵の白壁がはげたりした程度のことであった。記録の家が倒壊したのは、建物が古いというより他に原因があるようだ。つまり地盤が緩いとか、また地震の振動に筋のようなものがあって、ある方向にある幅だけ強く揺れるとか、そういうことでやられた模様であった。 それというのが倒れた1 5六6軒の家をずっとたどってみるとほぼ東北から西南へ一列になっているし30軒堀の石垣の崩れたところもその筋に当たっていた記録は2階建ての上に開花の大部分が空間の多い仕事場で一層倒れるのが早かったのだろう 小僧の卯之吉は梁の下になって死に、牧は頭のどこかを打って、にわかに目が見えなくなったが、茶の間から出た火をそこだけで消し止めることができたのは、せめてもの幸せであった。長屋の方には別に異常がなかったので、薪はその世から直吉の家へ移った。誰から伝わったものか、 三日目にあたご下と八丁堀から若い者が見舞いに来たそして倒れた家の後片付けをしたのだが壊れた上に火で焦がされたり水浸しになったりして使えるようなものはごくわずかしか残ってはいなかった両方の若い者たちは代わる代わる7日ばかり手伝いに来てくれた上 しまいにはかなりな額の金を親方からと言って置いていった。手間をかかせた上に、こんなものをもらってはすまないんだが、正直のところ、何より欲しい場合だし、ほかにあてもねえからありがたくいただいておきます。ありがとうございましたとそう伝えておくんなさい。直吉は、 牧には聞こえないように使いの者にそう言った。あたご下と八丁堀とはいつかの話からこっち行き来のできない形になっていた。誠治と縁を切るかそれが嫌なら今後のことは自分たちは知らないこっちも顔出しはしないそっちも来てくれるなこう断られたのである。 二人がそう言うのは無理もない。直吉にはよくわかったが、牧には心よくはなかったに違いない。政治を離縁しろという話からして、あまりに無情だと思ったろうし、出入りを止めるような口ぶりはもっとカチンときたらしい。元はうちの職人じゃないか。 愚痴で一人前になった人間じゃないか。はっきり言葉には出さないけれども、そういう気持ちが檻に触れて感じられた。従って、後片付けの手伝いくらいはやむを得ないとしても、金の見舞いだけは受けたくなかったのである。しかし、直吉には差し迫った金が必要だった。薪と赤子の 身ののの回りのものも買わなななければならないし、まず何より真を医者にかけなければならない死んだ卯之吉は親が引き取っていったがこれにも悔やみの金をやらないわけにはゆかなかったまた今度のことで世話になった近所の人たちへもたとえ気持ちだけにしても礼をしなければ済まないだろう そしてもう一つには、仕事場を失った現在、なんとか稼ぐ方法の決まるまでしのいでゆかなければならない。これらの事情から、どうしてももらわずにはいられない金であったが、しかしマキには知らせたくなかったのである。記録の見せのあった土地は地主に取り返されてしまった。 せめて小屋のようなものでも建てて店の跡を残そうと思ったが、地主の方は売ることに決めたということで、こちらには元より金のないため、結局は返すより仕方がなかった。生さんが帰ってきたら怒るだろうが、俺に返しようがないんだからしようがない。悔しいけれど、おかみさんも諦めておくんなさい。 災難なんだもの。あの人だって怒りゃしないわ。それどころじゃないじゃないの。亡くなった親方にも申し訳がねえんだが、直吉にはその地面から店のなくなることが非常に重大であり、またすべて自分の責任のように感じられて、長いこと思い切ることができなかった。牧の目は、 少しも良くならならかった。頭を打った時目の機能がどうにかなったのであろう見たところは白目が濁って少し血の筋が出ているくらいのもので刺して変わったところもなく涙と目やにが絶えず出るほかは格別痛むということもなかった眼科の上手だという医者に次々と見てもらったが それぞれ見立てと治療がいくらか違うだけで、どの医者にもこれがこうという、はっきりした診断も両方もないらしい。麹町の平川町に乱邦の名高い医者がいたので、一度そこへも行ってみた。大変見識の高い人で、7日ばかり通ったのであるが、これは、 眼球の底に異常が起こったので洗うとか薬をさすとかいうようなことでは治らないまあ体に成分をつけて自然に治るのを待つよりほかはないだろうこう言って薬一丁もくれようとはしなかったなんとか領地の使用はないものでしょうか西洋では外科の方法で 治療もできるらしいんだが、まだ今のところ我々には手が出ない。何しろ病気ではないんだから。しかし例えて言えば筋を違えたようなもので、大切に養生をしていれば何かの表紙に元へ戻るかもしれない。とにかく気長に養生するより仕方がないだろう。こんな風なことで、 つまり、その乱暴医には、さじを投げられたような結果になった。もういいわ、ナオさん。平川町のお医者様の言うことが本当よ。あたし、気長にやってみるわ。お医者様も薬も無駄だから、もうよしてちょうだい。マキは案外、サバサバとそう言った。 そうかもしれないが、それでも、どんな名医にだって、見立て違いということはあるんだから、ともかくできないことはしないから、そう気を使わないでいておくんなさい。だって、ミスミス無駄なことじゃないの。お医者様や薬屋へ払うだけ、うまいものでも食べる方がましだわ。そして直吉は、それからも、 いい医者があると聞くたびに近い時には来てもらい遠い時にはマキを連れて飽きずに診察を受けに行った「あたしことによると死ぬわよ」「何を言うんだとんでもねえそんなバカなことを言ってびっくりするじゃないか」なんていうとんでもねえことを「ホ <laughs> よ」 冗談じゃないの。冗談にも程があら。嘘にもそんなバカなことを言わねえもんだ。俺がせっかくこんなに苦労しているのに。ごめんなさい。悪かったわ。マキはうつむいて、そっと目頭を指で押さえた。もう言わないわ。勘忍して。直吉も、 顔を背けながら立っていった。赤子は丈夫に育っていった。そういう体質なのだろう。他の子のように肉はそうつかなかった。七八つの子供かなんぞのように引き締まった体つきで、顔形などもすっかり調和が取れて整っていた。直吉はずっと前から、 日本橋牧町の指松という店へ通いで仕事に行っていた。その指松のどっちかというとダモのばかりを受け持つのであまりいい稼ぎにはならないけれども酒もタバコも口にしないで稼ぐ一方の彼には生活した上に時折の医者や薬代ぐらいには困らずに済んだ。留守のうちは 隣のお糸がマの世話をしてくれたしかしうちにいる時は直吉が何もかもやった赤子を背負って煮たきもし洗濯もしたほら泣かない泣かない範囲、はい、見てくちさい坊は泣きませんよねえうが煙いでちから煙はあっちへ行ってくちさい 行ってくだちゃい。ほーら、あっちへったね。もう煙くないね。なおさん、あたし抱くから下ろして。なに、もうすぐだから。なあ、坊や。おうちん中は気がつまって嫌でちね。なおとおんぶでちね。ほーら、ぷーぷー。ぶくぶくぷー。吹き出ちまちたよ。 ごはんがプーって、もうすぐでちょ、あーちゃんって、すぐでちょって。抱いても背負っても、ひっきりなしに赤子とそんな話をしている。夜中に泣き出しでもすると、半時でも一時でも、外で子守歌を歌ってだました。自分のこと言うより、おじいさんが、 孫を溺愛するようなありで近所の人たちは感心するよりもむしろ呆れるくらいであったの記録の店のあった後には小さな荒野と仕出しをする魚屋が立った元材料置き場のあったところが荒野の干し場になり 甘酸っぱいような染料の匂いが絶えず流れてきたし、土呂にはいつも色のついた水があふれるようになった。魚屋も長屋などには用のない品ばかり扱っていて、ピカピカ光る真鍮のタガのハマった番台をいくつも重ね、天秤棒をギッギッときしませながら、威勢のいい若い衆が三人、 まるでかけるような勢いで、せっせと毎日、得意回りに出て行った。帰ってくると、ダイ、その他から店の隅々まで、水をぶちまけるようにして洗い、床板や大まな板などは、しっしッしっと言ったような掛け声を上げて磨くのであるが、若い衆たちの真っ白な半もも引きや、 豆絞りのきりっとした向こう鉢巻きや、よく光る真鍮中高の綺麗に磨き、砂で洗い上げられた番台など、何かしら威圧的で怖いようにさえ見えた。太った赤ら顔の亭主と、すんなりした小柄な体つきの若い女房とは、家にいて仕出しのワンや刺身や、 またびっくりするほど大きな鯛の焼き物を作ったし、十四五になる小僧が、岡持ちでどこかへ届けに出入りしていたが、その小僧からして長屋のものなどは相手にせず、時に何か買いに行くものでもあると、ああ、何にもねえよ。今日はもうすっかりだ。またこの次にしてくんな。 こういう剣もほろろの挨拶で、よければあらでもくれてやろうぐらいは言いかねないようなありさまであった。この店はウオキンといい、あるじは金助という名であったが、噂に聞いたのか自分で見て感心したものか、時折古代とかサヨリとかキス、アユなどという高価な季節の魚を よく直吉のところへ届けてよこした「こっちは到底そんな魚を買うゆとりはなし」「そうかといってただもらうというのも嫌だから断ったところ金助という主がやってきて」「晩の酒の魚にと思って取っておいたんだが売れ残ったのがあったんで余っちゃった」「別に珍しくはねえが」 おかみさんにでも食べてもらおうと思って届けたんだ。こいつは残り物じゃねえからあっさり食べてくんねえ。こんな風に言って置いていった。こうしてだんだんウオキンとゆききが始まった。なおキも頼まれて直し物などしてやったり、大きな神棚や銭箱などを作ったりした。 金助の女房は乙女という名で、病身というほどではないが、骨細の腰回りなどは娘のようにすんなりした体つきだった。直吉の留守に時々来ては薪と話してゆくらしいが、元麻布の方で店を出していたこと。金助は実は初めの夫の兄であること。 酒が好きなのと、義太夫浄瑠璃に凝るほかには道楽もないし、人もごく良いのであるが、お富にはどうしても好きになれない。それがまた向こうにもわかるので、あの人もつまらないようだ。そんなことも打ち明けていった。人間って、本当にちぐはぐなものなのね。マキは 身につまされたようにため息をつき、おとみというその女房をあわれがった。千のご主人というのは女癖が悪くて、茶屋小屋遊びの他にも、近所のご家さんとか、娘とか、人のおかみさんとか、自分の家の下女にまで手を出すような人だったんで、その後始末をするのはいつもおとみさんで、 苦労も苦労だし、泣かされ同士だったというの。そんなひどいご亭主だったのに忘れられないのね。おかしいのは今でもよく夢を見るんだそうだけれど、夢の中でもまだ女でしくじって、おとみ、また困ったことができちゃったよ。そう言って頭の後ろのところを決まり悪そうに書くっていうわ。 バカにしちゃいけねえ。とんでもねえやつがあったもんだ。そんな夢の中まで。今のご亭主は三十二だそうだけれど、ちょっとお変人のようなところがあるらしいの。大地菓子のなんとかいう大きな料理屋の板前だったというけれど、おとみさんと一緒になるまで女の人を知らなかったそうよ。 弟の嫁と一緒になったのは親類や周りの者の勧めだろうが料理屋の板前などをしながらそんな年まで女を知らなかったというのが事実ならあるいはひそかにおとみを好いていたのかもしれないそして弟が亡くなっていざ夫婦になってみるとおとみは 亡くなったヤクザな夫を忘れることができず、人もよし、人間も固い彼をどうしても好きになれない。性が合わないとか、年回りが悪いとか、世間では簡単に片付けてしまうけれども、直吉はそれとは別に、生まれつきのうん、ふんといったような、人の力では反抗しようのない。 大きな厳しいものの支配、あらゆるものがその支配のままに動かされているように感じられて、人間というものの悲しさ、無力さに一人でそっとため息をつくのであった。薪の目は明くる年の秋になって治るような兆しを見せた。それまで真っ暗で何も見えなかったのが、 いつからか、ごくかすかずつ、視界がほの明るくなりだし、ことに夜になってからの暗闘の日などは、他の暗い部分とかなりはっきり区別がついた。暗闘はそこにあるでしょ空、ちょっと動かしてみてちょうだい。見えるのかいオカさん。ほら、今度はこっち。 この辺だわねそうでしょさあもう一度やってみて」。その時の2人のことに直吉の喜びは非常なものだった。丹精の甲が現れた。辛抱した甲斐があった。もうこれからずんずん良くなるに違いない。彼は仏壇へ灯明を上げ。 明日は赤飯を炊いて祝おうと言った。そりゃ確かに治る前兆だ。ウオキンの主もそう言った。そういう時は何でも滋養の強いものを食べなくちゃいけねえ。うちから届けるから口にゃ合わねえかもしれねえが、薬食いだと思って食べてくれ。そうして脂肪の多い魚や、 特に大きい魚の肝などをせっせと持ってきた。直吉も稼ぎの帰りには、うなぎとか鯉とか、目に良いと言われるものをよく買ってきた。下町育ちの女は大抵淡白な食べ物を好む。牧はその好みの強い方で、川魚は元から嫌いだし、中でも鯉などは、 切り身を手に持つのも嫌だったが、目を直したい一心から何でも食べた。不思議だわね。こんな魚の肝なんてもの、聞くだけでも胸がムカムカしたのに、こうして慣れてみると食べられないこともないわ。薬だとなれば熊の胃さえ飲むからな。本当ね。 でも恋だけはまだどうしてもこの匂いが嫌だわ。こんな風な明るい会話がおよそ見つけばかりも続いたのである。文吉は丈夫なせいか、誕生にはもうよちよち歩き出し、回らない下で口も聞き始めてうっかりすると裸足で外へも出かねないので、直吉は 仕事に出かけるたびに、うるさいほど牧に注意したものである。しかしその年が明け、二月の声を聞く自分になると、牧の目はまただんだん暗くなり、やがて元通り、黒い闇の中に閉じ込められてしまった。牧はそれを長いこと黙っていた。 その月の末のことだったが、直吉が仕事から帰ってみると、部屋の中に座布団があり、茶と急須の盆が出ていて、それに文吉がまたがって歩く春駒のおもちゃを持っていた。客でも会ったのかと聞くと、牧は、ええ、八丁堀が来たわ、と答えた。珍しいことがあるもんだ。 あんなにもう来ないからと言っていて、何か用でもあったんですか。あんたに話があるからって、マキはしかんだような笑い顔をした。明日にでも仕事の帰りでいいから寄ってくれって、文吉にそのおもちゃと、それから菓子折りのようなものをもらったわ。あっしに来いって。 何の用だろう隣のお糸さんにお茶を出してもらったのよ。この檻を開けて、お菓子かなんかだったら少し持ってってあげてちょうだい。直吉は手を洗って夕げの前後しらいをした。煮炊きはお糸がしておいてくれるので、温めるものを温め湯を沸かせばそれでよかった。 直吉の帰りが遅いような時には、お糸が来て二人だけ先に食べさせてくれるのだが、牧は元より文吉までが彼と一緒に食べるのを好むので、大抵三人で膳を囲むことになった。そのあくる日、直吉は八丁堀へ寄るからと断って出た。そして、 仕事を少し早めに切り上げて長沢町へ行った。平吾は記録にいる自分は格別腕がいいとも言われなかったし、実際また腕ばかりでもないだろうが、長沢町の店は大層な繁盛ぶりで、腕っこきと言われたあたご下を遥かにしのぐ勢いだった。店の脇に石畳の路地があって、 そこを入って行くと住まいになっている。直吉は一度店へ顔を出してから住まいの方へ行った。今ちょっと客ですぐ来ますから、すみません、ちょっと待っていてくださいね。二三度会ったことのある女房がこう言って六条へ通して去ると、間もなく若い下女のような女が茶を持ってきた。 すぐ右隣が茶の間らしく、その女が、おばさん、おばさんと言って、女房と親しそうに話すのが聞こえ、それからはにかんだようなくすくす笑いをしたり、いやだ、あたし知らなくってよ、などというこびた声を上げていたが、今度は、漆塗りの木鉢に入れた菓子を持って現れ、それを彼の前へ置くと、 急に真っ赤になって逃げるように廊下の方へ出て行った。もう二十歳か二十一になるだろう。眉毛と髪のツヤツヤと濃い他にはどこといって特徴のない、しかし陽気な顔立ちの女だった。直吉はこの家の親類のものだろうと思った。待たせてすまなかった。 どうもわけのわからねえ客でこう言いながら、兵護が入ってきた。政治から何か頼りがあるかい茶を一口すすると、すぐこう言い出した。出てってから一度、そうですね。去年の梅雨時分だかに手紙がありました。その時は、ところはどこになってた ところがきはないんです。髪型だということは書いてありましたっけはじめ出て行くときがああいうわけでわざとい所ころも知らさねえ頼りのねえのは無事だと思ってくれそういうことで出て行ったんですからその去年の手紙切きり頼りはねえんだな直吉は「へえ」とうなずいたどういうわけで 今頃また、政治の話などを持ち出すのかと、不安なような落ち着かない気持ちになり、平後の次の言葉をじっと待った。3の3。実は昨日、ちょっとおまきさんにも話したんだが、これはあたごしたともずっと前から相談していたことなんだが、小引町のああいう暮らしにも、 もうそろそろ型をつけなくちゃいけねえと思うんだ。直吉は神戸を垂れ、口を固く結んだ。はっきり言っちまう方がいいと思うが、あの狭い家でおめえとおまきさんが一緒に暮らすというな褒めたことじゃあねえ。俺たちにはわかってる。二人の気象も知っているし、あの災難で、 おまきさんがあんなになって、おめえのところへ一緒になるより仕方がなかった。そういう事情も俺たちにはわかってるが、世間の人がみんなそうわかってくれるもんじゃねえ。おめえはその年でまだ一人見。おまきさんも目こそああなったが、まだ若くて器量よしだ。これまで嫌な評判が立たなかったのは、 まっ正直なおめえの人柄の徳だろう。だがそいつは決していつまで続くものじゃあねえ。なげえうちにゃきっと火のねえ煙の立つ時が来る。なお、おめえそうは思わねえか。直吉は下を向いたまま黙っていた。平吾は音をさせて茶を飲み、それを下に置くと、 できるだけ砕けた調子でこう続けた。おととしはあんなふうに言ったけれども、あたご下にしろ、俺にしろ、それで放っておけるものじゃあねえ。それでいろいろ話し合った上、おまきさんに俺のうちへ来てもらい、おめえはおめえで独り立ちのできるようにあたご下と俺で心配しようということになった。 昨日はおまきさんにちょいとその話をしてきたんだが、おかみさんに、そんな話をおかみさんにしたんですか。だってそれが順当じゃねえか。おまきさんはそうしてもいいという口ぶりだった。これまでずいぶんおめえの世話になってるから、自分の方から言い出すわけにはいかないけれども、おめえさえ承知なら、 そうしてもいいと言いなすった。直吉はじっと唇を噛んだ。平吾の言うことはもっともかもしれない。一人身の自身とマキ人が一つ家に寝起きしているというのは世間に対して遠慮すべきことかもしれない。けれどもそれは少し違う。どう違うかということははっきり言えないが、 自分たちの場合はそれとは違うのである。これもついでに相談するんだが、おめえ、神さんを持つ気はねえかいや、もう神さんをもらわなくちゃいけねえと思うが、どうだ直吉は、えっと言って平壕を見てあたごしたも俺も気にしていたんだが、 これまでの暮らしの形じゃ、神さんを持つわけにはいかねえ。だが、おまきさんと別々になるとすりゃ、いつ所帯を持ってもいいはずだ。実は、一人世話をしてえものがあるんだが。そんなお前さん、あっしなんぞ。直吉は、どぎまぎして首を振った。そんなもかんなもありゃあしねえ。 おめえもう三十を出てるじゃねえか。一人目の職人でその歳になって、神さんを持たなきゃ、方はと思われたってしょうがねえ。世話をしてえというな、今ここへ茶を持ってきた娘なんだ。おめえ見ただろう。いえ、ええ、その。直吉は赤くなり、目のやり場に困るという顔になった。 別にはっきりとは見なかったが、この町内の教授屋の娘なんだ。今年ちょうどおめえと一回り違うだろう。器量はあんまり良くはねえが、気のいい賑やかな性分で評判の働き者だ。うちのやつもぜひなおさんにと言ってるんだが、無論今ここですぐと言ってもしようがねえ。 さっきの話と、これとよくけんげ芸た上で、なるべく早く返事を聞かしてくれ。夕下の支度ができたというのを断って、まもなく直吉は八丁堀の店を出た。もう町は暮れて、家々の障子は明かりを映している。牧と別れる。文吉もいなくなる。自分が承知さえすれば、 マキはそれでいいと言ったという。そんなものだろうか。もちろん自分には十分なことはできない。八丁堀へ行けばもっとうまいものも食べられる。きれいな部屋に寝起きしてきちんとしたものを着てもっといい医者にもかかることができる。坊やだっておもちゃもろくろく買ってもらえず、 あんな裏長屋の汚らしい家にいるよりは、その方がずっと幸せかもしれない。そうだ。確かにその方がいい。牧にも文吉にも、そうする方が幸せだ。だがそうなったら、直吉は菓子沿いの暗い道を歩きながら、誰かに訴えでもするように、 こう一人でつぶやいた。そうなったら、おかみさんも坊やも行っちまったら、俺一人でどうしたらいいだろう。うちへ帰ると、文吉はもう寝て、支度のできた禅を前に、まきがしょんぼりと座っていた。直吉は声をかけて、すぐ台所へ行き、手足を洗って着替えをした。 遅くなっちまってすみません。わざと元気に言いながら前へ向かって。この火鉢におつゆがかかっててよ。なんだ、おかみさんまだですか。さっき食べててくれればいいにさ。なんだかおなかがすかないもんだから。では一緒に。と言って、 直吉は彼女へも給仕をした。この頃ではチリレンゲを使って手探りではあるが一人でも大抵食べられる。それが帰って直吉には悲しかった。そうやってだんだん慣れていく。目の見えないということが身についていく姿。その様子を眺めると、 もう一生めくらになった人のように思えて言いようもなく悲しくなるのであった。八丁堀でどんな話だったのどんな話って昨日おかみさん聞いたんじゃねえんですかああ、そうそう。あたし聞いたのね。飯が終わって茶になっていた。 直吉から受け取った湯飲み茶碗を両手で持ち、意外なくらい明るく笑って首をかしげた。それでその人どうだった直さんの気に入ったその人って、あら嫌だ、隠すことないじゃないの。あったんでしょその人と。直吉は禅の上の汚れ物を重ね、 それを盆へのせながらブスっと言った。あっしゃ、神さんなんぞ持つ気はありませんよ。そんなことはけんげえたこともありやしね。そして、台所へ洗いに立って行った。彼は涙が出そうだった。洗い桶へ汚れ物を入れ、水がめから水をくんで茶碗の音をさせながら、直吉は、 我慢できない気持ちで言い出したおかみさんが八丁堀へ行けばこんなところにいるよりは幸せなのは分かってるほらこんな人間で解消がねえからろくなお世話もできやしねえそりゃ初めから分かってたほらいつもすまねえ申し訳がねえと思ってたんだなおさん あんた何を言い出すのあっしは何も言い,いやしねえ。おかみさんにこそ言ってもらいたかったんだ。これが不足だ。こうしてくれ。あれが食べたい。こういうものをこしらえろ。言ってくれれば、ほらどんなにでもする気でいた。半端でグズな人間だろうけれど、おかみさんと坊やのためには、どんなことでもするつもりでいたんだ。 そんなこと言わないで、ナオさん。お願いだからそんな風に言わないでよ。マキは自分を抑えるような調子でナオキチの言葉を遮りながら言った。すまない、申し訳がないと思っているのは私の方じゃないの。世間がどんなに広くったって。 なおさんがあたしにしてくれたようなことのできる人はいやしないわ。私が何か不足に思っているなんて。たとえ嘘にもしろ。それはあんまりよ。なおさん。それが本当なら、どうして八丁堀へなんぞ行くんですか。ここにいるよりいいからこそ。いいえ、違うの。 それは話が別よ。マキはスラスラと明るい口調で言った。ねえ、そうじゃなくって、ナオさん。あたしは帰ってくる人がいるわ。待つあてがあるわ。でもナオさんはあたしとは違うでしょ。あの人が帰ってくれば、あんたはまた一人にならなければならない人だわ。 そんなことは初めからわかってますよ。いいえ、わかっていないことがあったの。自分のことばかり考えて、私ナウさんのことをちっとも考えてなかった。そして昨日、八丁堀に言われて初めて気がついたのよ。なんです、八丁堀が何を言ったんです。 ナオさんがもう三十一にもなるということ。これまでの苦労も大変だったし、これからの苦労にもきりのないこと。このままではナオさんの一生が台無しになってしまうということよ。そんなつまらねえ。ここへそんなあっしのことなんぞ。いいえ、つまらなくはないわ。 あんたが三十一にもなると聞いて、あたし、顔から火が出るような気持ちだった。いくらうかつと言ったって、身勝手と言ったって、そのくらいのことにも気がつかないなんて、自分ながらあんまりだと思ったわ。あたし、どうしたって、どう考えたって、このままじゃいられないのよ。直吉は、 洗ったものを拭きながら自分に十回でもするようにこう言った。あっしはおかみさんと坊やを聖事から預かったつもりでいた。聖事はあっしに帰るまでを頼むと言っていった。おかみさんも坊やも八丁堀へ行ってしまって、聖事が帰ってきたとき何と言ったらいいだろう。 昔から、ぐずだ、のろまだと言われてきた。今度も、頼みがいのねえ、脳なしだと笑われるんだろう。しようがねえ、それが身に備わった運なら。その時、たまりかねたようにマキが泣き出した。声を殺して、身もだえをするような泣き方である。直吉は、思わず台所から出て行った。 三の四どうしたんですどうしてそんなに泣くんですここへ来てちょうだい、ナオさん。マキはこう言って、ナオキチの座った方へ向き直り、たもとで涙を拭きながら言った。あたし言ってしまうわ。本当は言いたくなかったんだけれど、それでは分かってもらえないから言うわ。 なおさん、あたし今帰ってくる人を待つあてがあるって言ったわね。でも本当はそうじゃないの。あたしもう待つあてなんかなくなったのよ。だって、そりゃどうしてです。10日ばかり前のことだわ。あんたには黙ってたけれど、店にいたまた次郎がここへ来たの。 またがここへですか直吉はぎくっとした。あんたの留守だったわ。また次郎も店を出てからあの仲間に入っていたんですって。それが去年の春時分、何か仲間に間違いがあって髪型へ行ったのね。やっぱり同じような仲間を頼って行ったんでしょう。そうして、 大阪の博打場を回っているうちにあの人に会ったというの誠治にですか巻は声を潜めるような表情でうなずいた又次郎から初めて聞いた時の驚きと落胆とが今また新しく心を締め付けるらしいこわばった顔を背け片手の指で目を押さえながら 震える声でマキは続けた。あっちではもう商売人仲間でもいい顔で、兄貴分の扱いだったということだわ。又次郎が声をかけたら、一度はびっくりしたようだけれど、別に言い訳をするでもなく、平気で一緒に遊んだっていうの。直吉は黙って自分の膝を見ていた。 信じられないようでもあるし、やっぱりそうだろう。きっとそんなこったろう。と思う気持ちもあった。出て行くときのひどい不義りもあるし、向こうでそんな暮らしをしているとすれば、はじめから帰るつもりはなかったのかもしれない。よし、そうでなくっても、もう帰る気持ちのないことは確かだわ。なおさん、私が、 なぜ八丁堀へ行く気になったか、これであんたもわかってくれるでしょう。聖治の帰るあてがあればこそ、世話にもなっていられるが、その望みがない以上、こんなことを続けている意味がない。どうにかしなくってはと思って、八丁堀へは自分から使いをやったのである。ちょうど兵庫の方でも、 直吉に嫁の世話をしようと考えていたところで、自分たち親子を引き取ることもすぐ承知してくれた。こういうわけであるから、お互いのためにここで別れることにしよう。マキがそう言っているのを黙って聞いていた直吉は、その時頭を振ってマキの言葉を遮った。あっしは、 政治は帰ると思う。遅くとも三年目の親方の気にちには帰ると言った。女将さんもそれはちゃんと聞いたはずだ。そしてあっはその日までお前さんを預かると約束したんだ。来年の八月、親方の命日が来るまでは、どんなことがあったって待たなくちゃならねえと思います。 またよしんばせいじがかえらねあっしは亡くなった親方からも頼まれた。牧のことを頼めるのはおめえ一人だ。どうか頼むと親方に言われてるんだ。だってナオさん、そんなことを言ったって、それじゃああんたはどうなるのあんたの苦労の抜ける時がないじゃないの。 まきは身をもむようにしていった。それじゃあ、女将さんや坊やの世話を、あっしが苦労にでもしていると思うんですか。もう堪忍して、もうたくさんよ、なおさん。こう言ってまきは、たもとで顔を覆い、身もだえをしながら泣きだした。ナオ吉は膝へ両手をつき、 神戸を垂れて、低い訴えるような声で言った。ここにいておくんなさい。女将さんや坊やがいればこそ、働くがいも生きる張り合いもあるんです。八丁堀へは断っておくんなさい。お願いです。これまで通り、どうかここにいておくんなさい。きはもう泣くばかりで、 直吉の言葉には何の返事もしなかった。そしてその夜はどっちとも話を決めずに寝たのであるが、明る朝、直吉が仕事に出ようとするとき、真は何気ない口ぶりで彼にこう聞いた。それでもし八丁堀が来たら、お嫁さんの方の話はどう言っておくの 直吉はドキッとして振り返った。しかしその言い方は、マキがここにいる気持ちになったことを示すものだ。ということに気づき、パッと顔を明るくしながら、そいつは足から返事をしますよ。こう答え、そこにいる岐吉を抱いて、二度も三度も乱暴なくらい高く差し上げた。 おとなしく待ってるんだぜ、ぼう。今日はなおがいいお土産を買ってくるからな。早く帰ってくるからな。いいか、おとなしく待ってるんだぜ。まきは泣き笑いのような表情で、なおきちの喜びにあふれる声を聞いていた。八丁堀へは二三日置いて、なおきちが断りに行った。 兵庫は不機嫌だったが、怒るよりも呆れたと言いたい様子で、ただ嫁のことだけはよく考えてみろと念を押した。その縁談にはよほど乗り気だったと見え、しばらくしてまた問い合わせてきたが、直吉はきっぱりと断った。夏のかかりに文吉ははしかをやんだ。 それは、ごく軽く済んだけれども、まだ発信の引かないうちに、ウオキンで主が死に、そっちこっちで直吉、ナオキチは、五六日仕事を休んだ。金助は病死ではなく、裏の荒野の干し場で首をつって死んだのである。女房のお女の話によると、前の夜はいつもより余計酒を飲み、 機嫌よく酔って浄瑠璃を語ったりした。少しもおかしい様子はなく、酔いつぶれるようにして11時ごろに寝た。それが朝になったら裏で死んでいたのである。いつ抜け出したものか、そばに寝床を並べていたおとみも全く気がつかなかったという。そんな死に方なので、 町方から役人が来たし、ちょっとごたごたして、葬式が出たのは三日目のことだった。集まっていた親類の人たちも帰り、人落ち着きした夜、おとみはマキを訪ねてきて、一時あまり話していった。あたしにはわからない。どうしてあの人が死んだのかわからないわ。 まるで見当もつかないの。今でも本当だとは思えないわ。乙美は何度もそう言ってため息をついた。直吉は女同士の話があると思って、まだ起きていた文吉をおぶって外へ出た。銀座の方を一回りするうち子供が眠ったので、寝かせに戻ってみるとまだ話が続いていた。 マキはおとみが帰ってからも沈んだ様子で、何かひどく思いわびているような顔をしていたが、やがて寝床へ入ってからしばらくして、低い声でこう問いかけた。ねえ、おとみさんはああ言ったけれど、ご亭主がなぜ死んだかわからない、見当もつかないって言ったけれど、あれ、本当だと思って なおさん。さあ、そいつはね、商売もうまくいってるし、体も丈夫だし、別に義理の悪いことをしたわけでもない。死ななければならないようなわけは一つもないというのよ。それがはっきりしていれば、それだけでなぜ死んだかということはわかるはずだわ。 ナオキチは黙っていた彼にはどうとも言いようがなかったのである真木はそれから深いため息をつき思い余ったようにこうつぶやいた「女って罪の深いものね」魚金の店はそのまま畳んでお富は麻布の親類へ身を寄せていった。 おとみの姉の嫁ぎ先だそうで、新阿弥町で糸綿屋をしているとのことだった。牧とはよほど気があったと見え、麻布へ行ってからも折々訪ねてき、時には半日も話し込むようなことさえあるが、金助のことはついに一度も口にしなかったということである。直吉も金助の死は、 とのためではないかと思った弟の妻をその兄がもらうというのも世間にはちょっと例の少ないことだしその年まで女を知らずお返人などと言われていた性質から考えてみると彼は相当おとみが好きだったに違いないしかしおとみは彼を嫌ったいや はっきり嫌ったのならまだいいが、どういうわけだか好きになれないというどっちつかずの感情で、しかも形だけは夫婦として暮らしていた。こちらが好きであればあるほど、こういう関係は男にとっては耐え難いものだ。金助にもし溺れ込むような道楽があれば、そっちへ避けることができたかもしれない。 またそのくらいのことではびくともしない人間も多いだろう。だが金助にはそうできなかった。激しい感情の吐け口にする牢落もなかったし、こんなものが何だと居直る気持ちにもなれなかった。そうして彼は自分の愛情がついに報われないだろうということを知り、深く酔って、 くびれてしまったのである女は罪の深いものだ。牧木がこう言ったのは、牧も金助の死がお富のためであると思ったからであろう。そして当のお富がそのことを察しようともせず、格別心を痛める様子もないのを見て、半ば非難を込めてそう言ったのに違いない。 そうだ。あの女は白状だ。直吉も一度はそう思った。けれども、やがて思い直していった。男が悪いのでもなく、女に罪があるわけでもない。すくすかないというごく単純な、しかも自分ではどうしようもない愛情の悲しさなのだ。それは、 人を生かしもするが、ある場合はこのように殺しもするのである。泣くのも笑うのもこのためだ。そして誰も彼もそれなしには生きられないし、またそれから逃げることもできない。人間というものは悲しいもんだ。直吉はこう考えてはため息をついた。 その年は210日の前と後に3度も大変な嵐があったそのうち2度の豪雨で関東一帯が洪水に見舞われ木曳町辺りも床まで水に浸かった嵐の被害は随分広い範囲にわたったそうで 凶作を見越して、米幕は言うまでもなく、あらゆる物価が高騰し、九月になると市中は至るところに打ち壊しが始まった。大きな商家や米屋が襲われ、建物、火災を壊されたり、焼かれたりした上、金や米雑穀を奪われた。ボートの多くがその日の食にも急して、 本当に上に迫られている人たちだったから、初めのうちは役人にも手が出ないような有様だった。直吉もその渦の外にはいられなかった。仕事先の指松が店を閉め、その世話で芝金杉の立松という建具屋へ通うようになったが、世間がそんな状態なので仕事もごく少なく、 物価の馬鹿げて高くなったのとともに、それだけでは到底暮らしてゆけなくなった。あたごしたか八丁堀へと思わないでもなかったが、こんな時勢ではそっちもそっちなりに苦しいだろうし、これまで再三の雪がかりから行っても困る時ばかり頼みに行くというわけにはいかなかった。立庄に仕事のない時には、 直吉は何でもした。荷車を引いたり、土運びをしたり、崩れた石垣を組む土工もやった。日本橋の茅場菓子へ土産に行ったこともある。これは冷やトイチンを米でくれるというので行ったのだが、船から岸へかけた渡り板がどうにも苦手で、とうとう向こうから断られてしまった。 そんな具合で生活は苦しく、直吉は食事らしい食事をしない日がよくあった。今日は朝と昼の弁当が出るそうだから、薪にはそんな風に言って出かけた。今日は晩飯付きだった。そう言って夕げを食べずに寝ることもたびたびあった。こうして牧と文吉には、 気持ちいい思いをさせないように努めたのであるが、それでもなお白い飯ばかりは続かず、野菜を入れた雑炊とか、かゆううどんなどでしのぐことが少なくなかった。10月、11月、12月と世間の不況はひどくなるばかりだった。打ち壊し騒ぎはとっくに静まり、貧しい者には、 お救いいがもらえるようになった物価も賃金も一定されて高価に売買したり不当に安く人を使うことは禁ぜられたけれどいつの時代でもそういう禁制や法令は表向きだけのことである男女老若に分けて一日にこれこれそう触れ出されたお救い米も 実際その人間の手に渡るのはよくて三分の二、大抵は半分というところである。今日は菓しからまだ米が出ない。文句を言う者には渡さない。こう言われてしまえば、みすみす係の者が悪いことをしているとわかっていても、黙って引き下がるより仕方がないのである。日曜の品でも、 触れ出された価格では何一つ買えなかった。賃金も女将で決めただけ払うところは稀であった。これには水害で田畑や家を流された者が江戸へ行けば何とかなるというので相当多数入ってきたためもある。そのまま居つくものもかなりの数で人口はもちろん 労力が余っていたのだ隣の甥いとの困り方もひどかった米が不自由になり始めた頃彼女は大きい子を一人だけ連れて玉川財の兄の家へ行ったその時は母子で米や麦などを背負って帰り牧と文吉へと行って米を二升ばかり持ってきてくれた いいつかのことを思い出しますよ亡くなったうちが病んで寝ている自分なおさんが3日に1度ずつ1年近くもお米を持ってきておくんなすったあの時のありがたい嬉しい気持ちはとても口で伝えるもんじゃありません私もうちもなおさんの後ろ姿へ手を合わせたもんですよ その時の感動を新たにしたのだろう。おいとはこう言って涙ぐみさえした。なあに、おまきさんや坊やのたしまいぐらいは、今度はあたしがしますよ。実家は溝の口というところからちょっと入るんですけど、土地が高くなっているんで水にもやられなかったし、収穫も相当よかったらしいんですから、 兄嫁が渋い顔をしたって、今度はあたし、大いばりで行ってありますよ。いとは、十日ばかり間を置いて、また実0階行き、それから三度か四度は出かけたらしい。しかし、無心を聞いてくれたのは、はじめの一回だけで、あとはほとんど話にならなかったようだ。 ルスの煮た木を頼んでいるので、マキにはすぐわかったのだが、お糸がこっちの雑炊などをこしらえていると、小さい子供が見ていてぐずるのである。おっか、俺も飯食いて、ねえ、俺も飯食うよ。そんな声がよく聞こえるのであった。マキは自分の食べるのを控え、 これは余ったからと言ってはやりやりしたが、ある日、お糸が来て、泣いて実家の話をしたそうである。兄嫁という人がとても強くって、四度目にはもう来てくれるなと言ったそうよ。牧はその時の話をこう直吉に告げた。おととし建てた土蔵の中には、 米も麦もどっさりあるんですって。倉蔵造さんが亡くなった時だってすればもっとできたらしいのね。親のいるうちはいい。兄弟の所帯になるとおしまいだって言うけれど、それにしたってお糸さんは4人の子を抱えて、女で1人でやってるんですもの。あんまり薄情すぎると思うわ。 人間は誰しも自分がかわいいもんですよその兄嫁という人だってやっぱり他人には分からねえ苦労があるでしょうからね直吉は沈んだ声でこう言った「<laughs> まあなんだお互いに苦しい時は助け合える者同士が助け合ってそれで切り抜けていくよりしようがねえ。 貧乏人の辛さは貧乏人にしきゃわからねえものだ。何とかするからって、おいとさんにそう言っておくんなさい。こうして彼はまた隣への補助を始めた。それまでがすでにいっぱいだったので、いくらわずかでもよそへたしまえをするということは苦しかった。しかし直吉はたとえ三問五問にしろ、 こういうことは気持ちだけでも違うからと言って、毎日決まっていくらかずつは、キの手からやるようにした。12月に入ってからのことであるがあるよ、マキがこちらの気をはかるような調子で、ねえ、私お願いがあるんだけど、そんなふうに言って笑い顔を見せた。 4丁目のお師匠さんが半日だけ手伝いに来てくれないかって言うんだけれど行けないかしらお師匠さんって長唄のですかええ勘めさんよ世間って広いものだわねこんなに困っている人が多いのにあそこはまたお弟子さんが増えるばかりなんですって もう年が年でとても一人じゃお稽古がしきれないっていうのよ。だってそう言っちゃなんだけど三味線も随分久しく持たねえのに。いいえ大丈夫。そこはもう試してあるの。あんたは初めから筋が良かったけれど今でもちっとも崩れていないって。 お師匠さんが褒めてくれたのよ。昼から夕方までだし、それに、あたしだって気が紛れるし。直吉は、くっと胸が詰まった。牧の言うことは、全部こしらえごとではないかもしれない。小引町四丁目に、キネやカや缶梅という女の師匠がいて、牧は、 七つの年から稽古に通い、おさらいの時などは、三味線も歌も群を抜いていると、師匠ばかりでなく、みんなからよく褒められた。一頃ころは勘梅が、大師匠、六左門についてみっちりやる気はないか。この道で立ってゆける素質が立派にあるのだが、そう言って熱心に進めたこともあった。 母親の方はその気もあったらしい。だが、父親の六兵衛が、そういう派手なことが嫌いで、女が食えるような弦を身につけて、ろくなことのあった試しはないと、天から相手にならず、師匠が薪をそう褒めるのも、つまりは付け届けが多いからさ、うぬぼれちゃいけねえ。そう言って笑っていた。 そんな風で、十五六になると稽古もやめてしまったが、それでも時々は四丁目へさらってもらいに行ったし、僧さらいの時などは必ず引き出された。親方の一周期の晩、聖寺の歌、牧の三味線で、道成寺の丸唄をやった時は楽しそうだった。こういう過去があるので、 師匠が助けに来てくれと言ったのも、そうすれば気が紛れるというのも、まるっきりのこしらいごとではないだろう。しかし直吉には、そうとばかりは思えなかった。薪はそうして、いくらかでも生活を補おうという気持ちではないか。それが一番強く頭へ来たのであった。 そりゃあ、おかみさんの気晴らしになるんならいいけれど、それだけならいいけれど。そればかりじゃなく、お秘書さんだって助かるわ。おかみさんの気晴らしならいいと言ってるんですよ。けれど、もしも礼なんかもらうんだったら、そんなつもりだったら、あっしはやめてもらいたいと思います。マキは答えなかった。 そうではないとすぐに言い切れなかったのだろうか。かなり長いこと黙っていたが。すまないけれど、安闘を寄せてちょうだい。こう言って静かに向き直った。見てちょうだい、ナさん。私の目。どうしたんです濁りが出始めているはずよ。どう 直吉は牧の目を見た。瞳にごく薄く白いものが浮いている。白目も嫌な色の濁りが見える。全体の感じが以前とは違って、どんよりと世気が抜けているのであった。いつからです。いつからこんな。春からよ。 八丁堀がここへ来たでしょあの少し前からまた何にも見えなくなってしまったの。お日様の明るさも見えない。安闘の火も見えない。元通り真っ暗になってしまったのよ。三の六直吉は息をのみ、物も言えずに呆然とマキの顔を見守った。 目が濁り出したのは自分じゃわからないけれど、ついこの間、お糸さんが見つけたの。すぐ口止めをしておいたし、あたしもなおさんに気づかれないようにしていたのよ。正直に言うと、お師匠さんのとこへはあたしが行って頼んだの。諦めたってわけじゃないけれど、このまま治らないときのことも考えなくちゃいけないでしょ。 それに、他に芸はないし、たとえわずかでも足しにはなるし。なおさん、お願いよ。あたしにお稽古を手伝わせてちょうだい。な吉はすぐには返事ができなかった。牧きの目が元通り悪くなっていたということ。もうそれも春先からのことだと聞いて、 楽胆とも絶望とも言いようのない気持ちに胸を塞がれたのである。結局は牧の望み通りにする他はなかった。現在ちっとずつでも暮らしの足しになるとか、一生めくらで終わる用意などという気持ちはやりきれないが、反面には気の紛れることも確かだろう。何にもせずに、 ぼんやり家にばかりいるのもつらいだろうから、そう思って直吉も承知したのであった。中旬になって、立松でも仕事が少しずつ多くなり、日雇いなどには出ずに済むようになった。牧も楽しそうで直吉が帰るとしきりに稽古場の話をした。そこでは、 昔の稽古友達の噂がしばしば出るらしい。なおさん酒屋のお金さん知ってるでしょそら、五丁目にあった佐渡屋の子よ。さあね、どんな子だったか。よくうちへお手玉をしに来たじゃないの。あの人、家がつぶれてから深川で芸儀をしているんですって。 もういい年産株で土地では大層な羽振りだということよ。そんな話の中には、左官屋のおみつさんとか、貸しの材木屋の八重ちゃんとか、直吉にも覚えのある名も少なくなかった。また、長屋にいた石膏のせがれで、その頃悪太郎の大将だった吉というのが、 今では新鮮座で立派な石屋になっているなどということも聞いた朝からちらちらと粉雪の舞う日のことだったが仕事から帰ると珍しくしじみの味噌汁がこしらえてあった私がお稽古へ行っている留守に麻布からおとみさんがこれ持ってきてくれたんですって自分で取ったんですってよ あんなところでしじみがとれるのかな赤羽橋の上に一と,とこあるんですって。かんのうちあの川でとれるのは目の薬だって昔から言われていたそうよ。あそこは古川って言ったか、赤羽川って言ったか、なんだかちっぽけな川だと思ったがな。朝にしようと思ったが、 珍しいからすぐ汁にしたいと言って、牧も直吉と一緒に夕食を食べた。その翌日、直吉は暗いうちに家を出かけ、縦章へ行く前にメザルを一つ買って古川へ行ってみた。増上寺の裏門の前を赤羽橋へ抜けると、その川は思ったより広い幅で、 こちらの岸にはずっと枯れ足などがあり、どこか田舎へでも行ったような景色だった。赤羽橋の上というのを頼りに大体の剣当で川へ入り、めくら下がりにザルで川底をしゃくってみた。そうして少しずつ川上へ行くうちに、水が浅く、 そこが砂と泥と混じっているところで初めて五つばかり取れた。へえ、いることはいるんだな。一りごとを言って思わず微笑し、その周りだけでかなり大きいのを四五十取った。店へ行く時刻があるのでその日はそのくらいにして上がった。体がすっかり冷え切って、 手などは指の曲がらないほど凍えたが、初めて来てそれだけ取れたのと、場所の見つかったことが嬉しくって、店へ行くまで自分でもおかしいくらい気持ちが弾んでいた。今日初めて気がついたんだが、店の周りへしじみ売りが来るんですよ。やっぱり赤羽橋のあたりで取れるらしい。直吉は、 帰るとそう言ってしじみを出した。三日に一度ずつ持ってこいと言っといたから、飽きるかもしれねえが、缶のうちだけ食べておくんなさい。だって、缶しじみは高いんじゃないのなあに、薬になるとすれば安いものさ。そう注文しときましたからね。こうして三日に一度ずつ。 彼は家を早く出かけてはしじみを取って帰った。自分が取るといえばまきが遠慮するであろう。そう思って内緒にしたのであるが、直吉にとってはそれが楽しみの一つにさえなった。正月には少しだが餅もつけたし、文吉に着物を一枚作ることができた。 おトはその頃、おもちゃのくくりざるを作る内職をしていた。一番上の十二になる太一という子は、十一月のうちに下屋の方の質屋へ奉公に出したが、これは食いぶちが減ったというだけで、やっぱり直吉の補助がなければ苦しいらしい。あれからずっと半日ずつ分吉を預けるので、 こっちはその礼のつもりもあるのだが、それではすまないと思うのだろう。いとは九つになる女の子を毎晩そっと辻裏売りに出していた。牧が初めてそれを他人から聞いた夜、いくら何でもかわいそうだと言って涙をこぼした。あの子ばかりじゃあね。世間にゃ。 もっと哀れな子がいくらでもいますよ。直吉はそう言って牧をなだめた。苦しい時は苦しいようにする。貧乏なものは誰に助けてもらうこともできない。みんなそうやって小さいうちから自分で生きることを覚えていくんですよ。聞かないつもりにしていておやんなさい。 その方が帰って人情というもんですよ。正月の餅は、無論こっちから分けたし、大地が藪入りできた時には小遣いもやった。わずか四十日余りではあるが、他人の飯を食べたということは争えないもので、座り方も礼の言いぶりもきちんとしていたし、帰りはちゃんと挨拶によって、 すみません。お母さんや妹たちのことをお願いします。おばさん、お大事に。などと言って言った。まきはよほど感心したものと見えて、方向に行くとあんなにも変わるものだろうか。それともあの子の性質だろうか。お糸さんもどんなに心丈夫か知れない。やっぱり男の子は、 たのももししいいい、だなどとををてく坊やも早く大きくなってねいい子に育ってあーちゃんやなおさんの力になってちょうだいたいちゃんに負けちゃダメよ冗談じゃねえ坊やの力を借りるようになってたまるものかとんでもねえことを言いなさんな。 だって、ナオさんだって、いつかはおじいさんになるんだもの。ねえ、坊や。まきは、ブン吉にかこつけてこう言った。その時は、坊やが働いて、ナオさんに楽隠居をさせてあげるんだって。ね、そうだわね、坊や。その時の牧の言葉は、ナオ吉の心に深く食いいった。 おそらくその場限りの軽口だったろう。ほんの行きがかりの言葉に過ぎなかったろうが、彼にとっては心のおののく感動であり、恐ろしいほど大きな誘惑であった。老年になった自分が立派に成長した文吉の家で文吉に養われて安楽に暮らす。そんなことはあり得ない。 親子でもない者がそんな身分になれるわけがない。こう打ち消す後から、その夢のような空想は彼を掴んで離さなくなった。十八日は縦章では法事で、店を休むことになった。その前の日、直吉はメザルを持って暗いうちに家を出た。 缶が開けてからずっとしじみ取りはやめていたが、ふと思い出して自分が食べたくなり、久しぶりに古川へ出かけたのである。春とは言っても正月十七日のことで、道には霜が真っ白だし、ちょうど吹き出した風も骨に染みるほど寒かった。いつもの場所へ行き、 桃引きを脱いで川へ入ったが、しばらく遠のいていたせいか、身の縮む冷たさで、何度も声を上げずにはいられなかった。しじみはたくさんいるので、探す苦労はなかった。ざるでしゃくうと、大粒のが1も15も入ってくる。かなり強くなった北風で、周りの枯れ足がしきりに騒ぎ、 川もは鋼色に波立っていた。このまま三人で暮らしてゆけたら、直吉はまた頭の中でいつもの空想にふけていた。女将さんの言う通り、聖治は帰ってこないかもしれない。本当にもし帰ってこないとすれば、そうすればこのまんまで三人が一緒に暮らしてゆける。 そうなったら、どんなに楽しいだろう。文吉は立派に育つ。職人にするか、飽きんどになるか、とにかく一人前になるまで、俺はどんな苦労でもしよう。そうして、文吉が立派に家を持って、嫁をとって、やがて子供が生まれたら、俺は日向でのんきに子供の森をする。 おまきさんは目が不自由だ。子守はやっぱり俺のやくさ。そう考えてきて、直吉はぎくっとした。バカな。なんてバカなことを。彼は激しく頭を振り、しゃがんだまま猛然と水の表を眺めた。さわさわと枯れ足が鳴り、 川波がしきりに岸を洗っていた直吉はやがてしかんだような諦めの悲しい苦笑いを浮かべ再びしじみをしゃくい始めたあくる日は休みなのでゆっくり朝寝をししじみのみそ汁で文吉も一緒に飯を食べた三人でそろって食事をすることはまれなので 文吉は例によってはしゃぎ、しじみの実を自分で取るのだと言って、汁あんをひっくり返したり、直吉にたかって食べると言い出したりした。だめよそんな。もう四つじゃないの。甘ったれると聞かないわよ。よしよし。だかれだかれ。直吉はすぐあぐらになって抱き入れた。 玉残ったもの、なあ、坊や。四つと言ったって、まだ丸三つにもならねえんだから。大いばりで余ったれていいんだぜ。そんなことを言うから余計。こう言いかけて、まきがふっと口をつぐみ、耳を澄ました。三の七。隣で、 お糸が何か言っていた。誰かこのうちを聞いたものらしい。ありがとうという声がして、すぐにこの家の戸口へ人が来て立った。おお、みんな達者だな。こういう声を聞いて、マキがまず、ああ、と声を上げた。両がけを肩にし、傘を手に持っている。 シリパ処理でキャハンにわらじ、カッパを着た旅姿である。その格好を生みながら、そして日焼けのしたその顔を見みながら、直吉にはそれが政治だとはすぐにはわからなかった。目が見えないために、かえってその声で牧にはわかったのだろう。いきなりあーっと身を震わしたが、 それが異常に感じられたと見え、文吉が怯えて直吉にしがみついた。そして直吉がようやく相手を認め、慌てて食前を押し合ったり、手早くそこらを片付けたり、すすぎの水を取ったりする間、彼のたもとに固く捕まったままついて回った。よかったよかった。 よく帰ってくれた。直吉はうろうろしながらこう言い続けて。だが、こんな時刻にどうしたんだ。まさか夜道をかけてきたわけじゃねえだろうが。なに、こっちへ帰る友達と一緒でよ。聖ジはそこへ両掛けを投げ出し、直吉の持ってきた水で足を洗った。 その男の家がサメなんで、ぜひというもんだから、昨夜はそこへ泊まっちまった。今朝はカラスと一緒に起きてきたわけさ。そいつは寒くって大変だったろう。直吉はすすぎを助けながら聖事の様子を見た。足も手もきれいだった。カッパを脱ぐと渋い紬島のついで。 おびは、りゅうとした博多の根腱状。サンゴのゴブ玉のおじめのついた印籠、そして、印殿側のタバコ入れなど。それからもう一度、目をその手指へ戻した。白くて指先の細い、しなやかな、すべすべした、女のようなきれいな手だ。どう見ても、男の、それも、 かんなを使う職人の手ではなかった「おい坊主どうした?」足を拭きながら誠治は子供に呼びかけていた「どうしてそんなにひっついてるんだ俺が怖いのか知らねえ顔でびっくりしたな」ナオアニー「なお兄これがあれか留守に生まれたせがれか」そうなんだ 名前は文吉とつけたんだが、こう答えながら、直吉は体がわなわなと震え、顔色の変わるのが自分で分かった。今怒ってはいけない。穏やかに話さなくてはいけない。落ち着くんだ。懸命にそう自分を押さえつけた。しかし、政治をそのまま上げる気にはどうしてもなれなかった。 どれほど人を見くびったにせよ。聖治がその身なりとその綺麗な手でこの家の敷居をまたげる道理はない。どんな人間にもそこまで人を踏みつけにし、愚にする権利はないはずである。帰ってきたばかりでなんだが、直吉はできる限り静かにこう言った。上がってもらう前に、 ちょっと断っておきてえことがあるんだ。挨拶もそれからにしてえと思うんだが。ほら、その前に湯へ行ってこよう。それもいいが、ちょっと待ってくれ。直吉は、そう言って文吉を抱き、隣のお糸のところへ連れて行って預けた。戻ってくると、自分は上へ上がり、きちんとかしこまって、 手を膝へ揃えておいた。はじめに詫びを言わなきゃならねえ。おめえが立っていったあくる年の秋、地震があって家が潰れ、うのを死なせたばかりか、女将さんの目を不自由にしてしまった。そうだってなあ、今表の質屋で荒まし聞いてきたが、おめえから預かった大事な二つ。 店を跡形もなくしてしまいおかみさんをこんなにしてしまったいかに災難とは言いながら誠に申し訳がねえ勘弁してくれ直吉は低く頭を下げたまあいいやな自信じゃあしょうがねえどっちにしろ人間の力に及ぶことじゃあねえんだから これで詫びが済んだわけじゃねえが。と言って直吉は顔を上げ、相手の目を見た。今度は俺の方で聞くことがある。おめえは三年前にここを出て行った。どういうわけで旅へ出たかということをおめえ覚えてるかわかってだな。そんな、今更そんなおめえ、どうしてまたそんなことを言うんだ 念のために聞くんだ。妙な噂も耳に減ってるし。俺も腑に落ちないことがある。忘れちゃあ、めえが。オラ、亡くなった親方から、おめえとおかみさんの貢献を言いつかった。聖児が博打へ手を出したら、縁を切ってくれ。こう言いつかったことは、おめえも知ってるはずだ。おめえは博打へ手を出した。 しかし、オラは縁は切らなかった。親方の言いつけには背くが、おかみさんが身ごもっていたし、おめえも今度こそきっぱりやめると言った。それには、江戸から二三年足を抜いて、悪い友達と縁を切るほかはねえ。そう言っておめえは旅へ出て行ったはずだ。ちっとばかりくどかはねえか そんなことはわかってると言ったじゃねえか。まあ聞いてくれ。おめえはそう約束して出て行ったんだ。いいか。それで改めて聞くが。こりゃ聞いていいと思うが。おめえ、あれから真面目に職人で稼いできたか。その他におめえ、ほら職人だから、それで稼ぐより他にしようがねえやな。 博打はしなかったか。サイコロを手にしたようなことはねえか。そんなおめえ、そんなことは今さら念を押すことはねえやな。いくらおめえ、なんだからって、俺だって約束したからにゃ。じゃあ、また次郎と大阪で会ったな嘘か。ああ、またの野郎か。政治は、 唇の端でニッと笑った。会ったことはあった。そうさなあ。開けておととしの冬自分だったか、土正町ってえとこでちょっと顔を合わせたっけ。あいつ、今でも暇を出されたのを恨んでると見えて、俺の仕事先へ行っちゃあ悪くを触れてやがった。いっぺん異定面を見せてやりてえくれえだ。 だが、または、おめえとバクチバで会ったと言ってるぜ。そりゃあいつ残ったし、今も言う通り、暇を出されたのを恨んで、あっちでも俺の陰口を触れ回ったくれいだから。またはまたこう言ってるんだ。おめえはその土地で商売人仲間でもいい顔だ。兄貴株で建てられている。こいつも嘘か。 政治はちらっと奥を見た。マキは血の毛をなくしたこわばった顔でこっちを向いて座っていた。白くなった唇も膝の上の手も見えるほどブルブルと震えていた。まるでこりゃお知らせへ引き出された形だぜ。聖事は苦笑しながらちょっと開き直った。 それもいいがなお兄。おめえ、また次郎の陰口と、この俺の言うことと、おめえどっちを信用するんだ悪いことをして店を追い出された人間と、この俺と、どっちの言うことを信用するか。そいつをまず聞こうじゃねえか。正直に言えば、おらどっちの言うことも信用しねえ。 こう言って直吉はぐっと目を上げた。口はどうにでも聞くことができる。ほら、この通り、グズでのろまだから、口じゃあどうにでもごまかされる。だが人間にはごまかしの効かねえものがあるんだ。かごかきと縫い箔屋とは足が違う。刺し物職人と遊び人とも違うところがある。 どこが違うどこがごまかせねえと思う聖司。手なんだ。普段飲みやカンナをいじっている職人と、まっとうでねえことをしてぶらぶらしている人間た、手が違うんだ。こいつだけはごまかせねえんだ。聖司。おめえ、自分の手をここへ出して。 これが職人で稼いだ手だと言えるか。言えるなら言ってみてくれ。それが職人の手か。聖ジはもう一度薪を見た。それから陰謀を抜き、何か小粒の薬を出して、口へ入れてポツポツと噛んだ。さすがに顔色は青くなったが、唇の端では相変わらず苦笑していた。 人間はご重宝なもんだ。せせら笑うように聖事は言った。泥棒の上前を跳ねるようなことをして、その言い訳に相手へ何癖をつけるか。自分でグズだ、ノロまだと言いながら、巾着切りも顔負けの知恵を回し上がる。大変な野郎があったもんさ。 そりゃあ俺に当てつけて言うのか。見えすいてるってんだ。てめえの腹ぐれ見通したってんだ。なお、人の女房と悪いことをした奴はな、もうちっと挨拶のしようがあるもんだぜ。人の女房、政治てめえ。おっと待て。世間はめくらかもしれねえが、 俺には目があるんだぜ。三十過ぎて独り身の男と若え女が、こんなちっぽけな家で足掛け四年も一緒に寝起き、これだけだって当たり前じゃねえ。それより動かねえ証拠は、てめえたち二人の挙動だ。亭主が四年ぶりで帰ったのに、女房はお帰りなさいとも言わず、 男は上へも上げねえで追い出しにかかる。へっ、わかりすぎてこっちが恥ずかしいや。それだけは言うな、聖司。そいつだけは。直吉は両手の拳を震わせながら悲鳴のようにこうさえぎった。しかし聖司は脱いだ足袋を履き、わらじを履きながら言った。 何を言いやがる下手に綺麗な口を聞くより、欲しければ欲しいと言うがいい。こっちは片輪もの,の女なんぞに未練はねえんだ。くれてやるから好きにしやがれ。待ってくれ、政治。そいつは違う。それだけは違うんだ。待ってくれ。そいつだけは待ってくれ。うるせえ。マキはてめえにくれてやる。 それで文句はねえだろう。聖事はすでに足ごしらいをし、両掛けと傘を手に持った。そして敷居へ片足をかけながら、こっちへ振り返ってこう言った。断っておくがな。ほら、確かに爆地を撃った。爆地を撃ったのは確かだが、そのために、 女房の着物一枚なくしたことはねえぜ。いいか、こいつははっきり断っておくぜ。そして表へ出て行った。三の八。直吉は石のように硬くなって、目をつむり歯を食いしばって我慢した。喉の裂けるほどわめきたい。 追っていって相手をズタズタにしてやりたい。何もかもぶち壊し、自分も死んでしまいたい。そういう激しい衝動で、締めぎにかけられるか、あ破りにでもされるほど苦しかった。そうして、ややしばらくして、彼は立って台所へ行き、水を汲んでひしのまま飲んだ。 2杯続けさまに飲んで流しの前に呆然と立って。かわいそうなことをした身を焼くような怒りとは無関係にそういうつぶやきがふと口から漏れた直吉はやっぱり直吉であるふんぬの血がまだ体中にたぎっているのに頭の中ではもう 別のことを考えていた。旅から帰ってきたばかりじゃないか。足掛け四年ぶりじゃないか。久しぶりで妻に会いたい。留守に生まれた子の顔が見たい。親子三人しみじみと話したい。そう思って帰ってきたんじゃないか。かみさんだって今日という日を待っていたんだ。 目の見える俺より先に一言声を聞いて政治だということがわかりなすった。待ちに待っていたんだ。そしてその人が帰ってきたんだ。俺さえいなければ飛びついたろう。お互いに手を取り抱き合って泣いたに違いない。それが夫婦というものなんだ。俺は あいつを上へも上げなかった。知ったような顔で理屈を並べ、言い訳もろくすっぽ聞かなかった。柄にもね、頭からポンポン人をやり込めた。そうして、四年ぶりに会う親子夫婦の中を、慈悲も人情もなく引き裂いちまったんだ。五体はまだ怒りで震えていた。 口惜しい。情けない。どうしてくれよう。こういう気持ちも胸に揺れ返っている。しかし一方では、二人にすまないという思いが次第に強くなり、広がっていった。彼の手から被尺が落ち、流しの上で大きな音を立てた。直吉はその音で、 はっと我に帰り、台所を飛び出して、薪の前へ行って座った。女将さん、勘弁しておくんなさい。足が悪かった。足が言い過ぎたためにこんなことになった。なんとも申し訳がねえ。どうか勘弁しておくんなさい。さっきからそこに座ったまま、 木で作ったかのように見ろぎもせず、一言も口をきかなかったマキが、そのとき初めてそっと首を振り、かすれたような声でこう言った。私、ちゃんとここにいたのよ。ここでちゃんと初めからしまいまで聞いていたのよ。ナオさん。あんたはち も悪かはないわちっとも言い過ぎやしないことよそうじゃねえ言い過ぎた爆発正直で頑固でてめえがえれえような口を聞いた直吉は顔を伏せ目を拭きながら続けて政治の言うことにも理屈はある ほら、親方の遺言だけを守り本尊にしていたが、あいつは誰にも負けねえ腕っこきの職人だ。今あいつが言った通り、女房この着物一枚なくしたわけじゃなし。バクチグレーの道楽はさせてもよかったんだ。おかみさん、ほら、きっと聖事を探してくる。聞くとこを聞きゃわかるはずだ。 と探してて連れてくるどうか俺のことは勘弁して、気を落とさずに待っていておくんなさい。よしてなおさん。いいえ、いや。あの人を探すことなんかなくってよ。私の顔を見てちょうだい。こう言ってマキは座り直した。こわばっていた表情が溶け、明るい静かな微笑みが浮かんでいた。 ちっとも悲しそうな顔じゃないでしょ。胸の中もこの通りなの。本当に言ってさっきは笑いたかったのよ。そんなことを言って、だって一体。あの人は腕っこきの職人で、道楽の一つぐらい持っていてもいいかもしれない。 それはそうかもしれないわ。けれどもあの人は、バクチだけはしちゃいけないはずよ。それは、亡くなったお父さんが念を押していったじゃないの。それだけは、どんなことがあっても、それだけはしちゃいけないはずだわ。牧の方には血が昇った。膝の上で両手の指を組み、 それをもみしぼるようにしながら言葉をついだ。今あの人、そこで威張ったわね。博打はしたが、女房の着物一つ剥いだことがないって。あたしが笑いたかったのはあの時よ。着物一枚なくしたことはないって。なおさん、あんた、忘れやしないでしょ あの人が旅へ出た後のこと。どこもかしこも不義理だらけで、あたご下や八丁堀にも口を聞いてもらい、あんたが言い訳に飛び回ったことを。売れるものは何もかも売って、家中がガランドになったこと。それでも八十何両という借金が残ったこと。忘れやしないでしょ、なおさ。ん。 あんたは忘れても、あたしはちゃんと覚えていてよ。マキは息をつき、声の調子を落とした。あたし、はじめの一言で、あの人だということがわかったわ。そうわかったのに、確かにあの人だとわかったのに、どうしてもあの人の声じゃなかった。まるで他人の声にしか聞こえなかった。 話せば話すほど、私とは縁もゆかりもない、まぐれてきた人のようにしか聞こえなかったの。私が黙っていたのはそのためよ。あんまりよそよそしくって、どうにも口が聞けなかったのよ。そんなことを言って、だってそれじゃあ、これから一体どうしたらいいんです。 お願いがあるのすまないけれどこれからちょっと突き当たりへ連れてってちょうだい突き当たりってあの貸しのですかそうよ坊やは預けてあるしこのままでいいのさあ行きましょう直吉は素直に立ち上がった。 草履を履かせてやり、手を取って外へ出た。お糸に断って路地を出て、そろそろと溝口様の屋敷の角を曲がっていった。牧の言う突き当たりは、ほとんど昔のままだった。変わったといえば、道の方に低い柵ができたのと、広い空き地の真ん中どころに、武家屋敷の方から川へ、 下水が掘られたくらいのもので、その他は何もかも昔通りだった。ところまばらに枯れ草の茂みがあり、小さないじけたような干木もあった。私が初めて歩いたのどここの辺でしたかね。あの頃と変わっていない。ええ。 あの自分の通りですよ。マキは肩をすくめ、くすっと笑いながら、自分でそろそろと足探りに歩いた。いいの。大丈夫。自分でわかるわ。ねえ、ここだわね。転んでコブを出したの。それからこっち。そう、ここらだわ。ああ、危ねえ。 川へ落ちるぜ。直吉は駆け寄って押さえた。薪はその手にぎゅっとすがりつき、見えない目で直吉へ振り向いた。ここで初めて、初めてあたし、おしっこをさせてもらったのね、直さん。覚えてるわ。あたしみんな覚えてるわよ。 マキは直吉の手にすがったまま初めてそのとき涙をこぼしたくくとのどをならし耐えいるような声でむせびあげた「あんたにおぶさってあんたの背中をぬらしたころから夫をもって幸運産んでその子が四つになる今日まであたしはずっと」。 とあんたの世話になり通したわ。辛いとき、悲しいとき、苦しくってたまらないとき、いつも助けてくれたのはあんただった。あんた一人だったわ、なおさん。まきは身もだいをし、きりきりと歯を食いしばっておえつをたえた。あたしのことを本当に心配し、 私のために本気で泣いてくれたのは、この世の中で、ナオさんたった一人よ。目が見えなくなってから、初めてそれが分かったの。何にも見えない、真っ暗な中で、じっと座って考えているうちに、だんだんそれがはっきりしてきたわ。目の見えるうちは気もつかないようなことが、 見えなくなってからはよくわかるの。あの人を夫に選んだのは目が見えたからよ。見えない今は声だけでわかるの。何もかもよ、ナオさん。昔も今も私にとってはナオさん一人だった。これからも私にはナオさんだけだわ。ねえ。 そう言ってもいいわねオさんこう言って直吉の胸へ身をすり寄せ咳を切ったようにマキは泣いた直吉はその肩を抱いた21年間の長い年月を回って昔の2人が今巡り合ったようだそうだこれが本当だ これでようやく落ち着くんだ。長い年月だった。直吉は、牧の背を撫でながら言った。おら、口が下手だから、思うことの半分も言うことができねえ。ただ一言だけ言うよ。おきさん。おめえと坊やお二人、おら、きっと幸せにするぜ。 今でも幸せだわ。あんたと暮らすようになってからあたし、ずっと幸せだったわよ。マキは男の胸へ顔を伏せたまま、おののくような声でささやいた。あたしの望みはもう一つしかないの。それだけでいいの。聞いてくれて、ナオさん。 圧死にできることでしょうね。今でなくてもいいの。いつか、あんたの気持ちがそうなったら、もしもそんな気持ちになる時が来たら、空き地の向こうの橋で、船から砂を上げる賑やかなざわめきが聞こえだした。 直吉は赤くなった顔で戸惑いをしたように曇り日のどんよりした空を振り仰いだ。